はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員、靴沢良治でございます。新寺様、白猫トマト様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。メール党員様限定イベントの時間がですね、14時から14時40分に変更になっております。やむを得ない事情によりご確認ください。メール党員の方は、17時からのイベントは、変更ありません。17時からであります。同日のイベントですね。地方議員目指していただく地区支部長大募集、日本改革党議員候補、立候補のために仕事を辞めなくても全然大丈夫です。お金持ちでなくても大丈夫です。交通費とかスーツ代とか、たまに打ち上げとかあるのを、不自由なく出せるくらいで、大丈夫です。特にお金かかりませんので、ふるってご応募ください。動画説明欄、もっと見るをクリックしてください。8月3日からの臨時国会で、安倍総理追悼演説なんですが、元首脳の追悼演説は、現首脳か野党第一党党首が行うことが世界では多いが、甘利前幹事長が行う方向で調整だそうであります。ネットの話、なんで甘利やねん。まあ、泉よりはマシかね。野党には安倍のライバルさえいなかったし、ガスは泣いて放送事故になりかねん。ガスはショックで抜け殻になってるらしい。元総理なら盟友の麻生さん。野党現職で首相経験者は菅と野田しかおらん。安倍さんも菅直人とか嫌でしょ。あ、菅とじゃなくて菅とだな。菅と野田しかおらん。安倍さんも菅直人とか嫌でしょ。これは嫌ですね。揉めるんなら岸田総理でいいんじゃないの。甘利幹事長72歳になった理由なんですけれども、当選13回。もう50年近く議員やっとる超ベテランであります。労働大臣、経産大臣、内閣特命大臣、衆院予算委員長、政調会長、選対本部長、税制調査会長、幹事長、役職にも不自由ない、麻生太郎、菅義偉と並ぶ安倍晋三の盟友とされ、8年にわたり政権を支えたことから、3A プラス S と呼ばれる。だって、ウィキに載ってましたけれども、安倍麻生、甘利、3A プラス菅で 3A プラス S だそうであります。現在は麻生派にいるそうで、もしかして、目立つ機会を与えて、次は甘利会長にしたいのかな、ゲス顔なんですけど、そういえば菅さんはテレビで、麻生さんは葬儀で弔辞読んだりして、あとは 3A プラス S の中では甘利さんかいう感じなんですかね。 FNN の報道の仕方が悪い、首相権限者が亡くなった場合、野党第一党の党首や現首相が演説を行うことが多く、野党側の反発も予想される。甘利さんだと、まあ与党ってことで、野党の反発が予想されるって場合は、反発してほしい、騒いでほしいっていうマスゴミ言葉であります。現首相か野党党首って、与党でも野党でもどうでもいい話なん、何言ってんだろう。ただの難癖、言いがかり、論より大声、嫌がらせであります。ゴミが使う誘導の文言は他にもですね、議論を呼びそうだとかですね、意見が分かれそうだとかですね、慎重な議論が必要だとか、慎重な対応が必要だとか、慎重に対応すべきとか、だがちょっと待ってほしい、などなど。私が豊島区委員会で懲罰委員会にかけられた時は、東京新聞だけ報道してましたけど、などと発言したなんて書かれておりました。悪意丸出し、
謎とってなんだよ、謎と。犯人の供述じゃねえんだから。委員会の結果ね、私に懲罰なしってなったことは報道しない。東京新聞。望む結果じゃなかったからでしょうね。これで私が何らかの懲罰になったら、喜んで返すでしょ。例えば、一週間議会来ちゃダメとか、議長の懲戒があるとか、あとはなんだっけかな。懲罰の種類あったんだよな。一番きついのが、除名、議員辞職、だったんですけども、ネットで議論、専業主婦の意見、休日にせずに、みんな平日で働いている最中に葬儀をしても、うちはそうと変わらないのでは。ネットの反応なんですけど、テレビ全局が生放送するんだろ、国葬する場合は休日にするって決まりあんの、税金層をしたいだけなので国民感情なんて不要、全員休みにしたら弔意の強制って騒ぐから、税金投入するなら休みにしてみんなが見れるようにすべきでは、仕事があるから弔う気持ちになれないって違くね、急に休みにしたりすれば混乱するだろ、まあ結局ですね、みんな参加したい人が参加できるように休日にしてから税金を使った方がいいんじゃないか、こういう意見らしいんですけど、2ヶ月先まで予定が決まってる人ザラにいますよ、います、医師の手術の執刀や弁護士の裁判の日程とかね、私の肺がんの手術だけでもですね、関係者数十人でした。事前にいろいろ説明する人とか、薬剤師さんとか、まあもちろん看護師さんとか、あとは手術のための検査の技師さんとか、まあ数十人、場合によっては100人ぐらいかかってるのかな。その日が休日になっちゃったら、例えばですけど、医師は、来るとしても、病院に来るとしてもよ、子供の学校なくなっちゃったから、休ませてほしいって言い出す看護師さんも中にはいるのでは、あとは死刑がかかってる裁判が急に休日になっちゃったらさ、法務省が休みで、文書その他の手続きは後日になりますとか混乱しますよね、もしくは初期ちゃんが休んじゃったとかね、そういうのじゃなくても、ビル建設や橋など大規模工事で日程ガジガジの時ありますよね、大きい橋のコンクリートを打つ日なんて言ったらやっぱり数十人が関わるわけだし、休日祝日は年初で確定してそれに従う、年内は動かせないでしょうね。9月27日しか武道館空いてなかったのかもしれないしね、土平日に国家事業って、分からなくもありませんけれども、俺らがやるから金だけ出せっていうのが不満なら大丈夫、安倍の葬式はうちが出すって息巻いてた朝日新聞が費用を全額負担してくれるはず、多分まあ1億とか2億円って話なんですけど、200人もリストラしておかわりしてくれてるのは費用捻出のためなのか、知らなかった。ということでね、左翼スイスを見習えとか言ってますけれども、スイスのプッティ国防大臣発表、中立が有利だったからそうしただけで中立が目的ではない、積極的に中立国の概念を解釈する方法に変化があり得る、まあ、中立国やめることもありますよ。 NATO との共同訓練や兵団協力、定期的な幹部会談を推進する報告書を策定中だそうであります。 NATO に参加して永世中立国をやめるっていう方針も決まったみたいですね。じゃあ衛星じゃないじゃんって思ったんですけど、衛星中立国ってなってたから、永久にってことなのかと思ったら、やめますって言うんだったら衛星じゃないんだで突っ込み入れましたけれども、まあまあね、ネットなのです、正直すぎて潔い、まあこれは中立が有利だったからそうしただけで中立が目的ではないっていう部分ですかね。時代とともに変わるのは当然、基本中立は安全じゃない、同盟国が多いほど安全、左翼そっとじ、スイスを見習えって言ってた左翼に感想を聞きたい、
左翼は実利無視の宗教だから理解できんだろうな。難癖つけて戦争を吹っかけるやつがいるんじゃどうしようもない。スイスの世論調査で中立やめて NATO に参加すべきっていう世論調査ね、ロシアのウクライナ侵攻前は 37%、今は 56% だそうで、他国に難癖つけて攻める国があるってパラダイムシフトが発生したんでしょうね。常識の変化、大々的な常識の変化、パラダイムシフト、自分らがいくらうちは中立だから中立って言ってても耳貸さないやつもいるとああいうことを思い知ったんでしょうね。スイスの国民が、共産党はじめ左翼界隈は非武装中立国家建設とか言ってたけど、まあ寝言は寝て言えって感じなんですね。非武装中立国家ありえねえから、スイスの覚悟はすごいですよ。中立するためには攻められないことが必要だということで、民間防衛っていうのを国民に配ってますし、本をね、テレビ局、橋、トンネル、その他重要インフラは敵の手に渡る前に破壊するため自爆装置込みで建設するし国民全員反撃の訓練を義務付けております。武器弾薬も配布しております。役所や郵便局など公的機関に大量の弾薬を用意備蓄してありまして、有事の際にはみんなしてそこを駆けつけてもらう弾薬を、銃は家庭にある、だそうであります。SIGの P300320 っていう拳銃はですね、米軍に正式に再禁されたんですけど、ベレッタに代わってね、普段から真剣に武器のことを考えてからでしょうね。SIGってあのスイスのメーカーですから、まあ SIG アメリカっていうところもあって死者もあるんですけれども、中立国なんていうと聞こえがいいが孤立国とイコールですね。助けてくれる友達がいないと、中立国、まあいざとなったら助けてくれる国があるってことは友達の国も助けなくちゃいけないっていうことで中立にならない、孤立、衛星孤立国って言っててもいいんですけど、左翼はそういうこと全く言わないでむしろ隠すもんね。言葉のイメージだけで騙されるバカを騙したいからね。非武装中立になれば人民軍が喜んで攻めてきますよ。共産党は日米同盟破棄とかたわげたこと言ってますけれども、これがやりたいんだよな。外観誘致主義者の左翼の狙い、日本が日米同盟破棄して非武装、自衛隊解体しちゃったら喜んで攻めてくっぺよ、あの人民軍さ。ことによっとロシア軍なんかも攻めてきて、半分こずつしようなんて言い出すかもしれないよね、日本。真っ先に粛清されるのがそういう裏切り者なのに、日本の左翼はバカの極みであります。中立国でなくなるとスイス銀行の安全はなくなるけど、どうすんだろうね。これ孤立してっから銀行がどこの国の言うことも聞かないで済む、だから秘密は守られる、こういう理屈でスイス銀行っていうのは有名だったんですけれども、日本の銀行はダメですよ。日米同盟あるからアメリカ政府がですね、ここのこういうやつの誰それの口座テロ資金の疑いやっからちっと情報見してくんないって言われたら断れない。その代わりアメリカの銀行も日本政府がね、こいつ怪しいんでちょっと情報ちょうだい言ったら断れないっていうのがあるんですけども、表に出ていい金ならどうとでもなりますけれども、今暗号資産とか、デジタル通貨とかありますから表に出ちゃいけない金はどうすんだろうね。中国共産党ががめてる、幹部どもががめて預けてる金が100兆円超えてるって話ですけれども、噂ですけどね。統一とトンイル、21と統一はどちらもトンイルって読むんだって。なので21ってついてる団体や会社はそれ絡みって聞いたことあります。有名なとこでは
リーブ21とかね、政治団体ではどうか、調べてみました。総務省公式によれば、去年の末時点で政治団体数は2918個、我が日本改革党も含まれます。21がつく政治団体どんぐらいあんのかな、調べてみました。あいうえお順にご紹介。アスナロ21懇話会、アッチェル枝野幸男と21席を作る会、アッチェルってなんだよ、枝野幸男が代表、アピール21、改革フォーラム21、なんとか21世紀フォーラム、活友会21、政経フォーラム21、高まろう21、何を高まるの、鉄輪21、政策21、 ICT 協議、21世紀強く美しい女性を結成し社会を支える会、長え、21世紀懇話会、21世紀政経会、21世紀政経懇話会。冗談なのかな、これ中ではつながってんのかな。21世紀政策研究会、鈴木宗男が代表でした。21世紀政策研究会、21世紀政治研究会、これも冗談みたいな名前だな。21世紀政文会、現場光一郎、現用だっけ、現場だっけ。21世紀日韓交流研究会、まるっとそれらしいのが出てきましたね。21世紀日本維新の会、これ維新の議員みたい、代表者。21世紀の会、野田聖子、野田聖子。21世紀の政治経済を考える会、世界を作る会、ビジョン研究会、福祉フォーラム開く会、金融経済フォーラム、ビジョン、ファッションフォーラム、フォーラム共生社会、福山哲郎が代表、レボリューション21、何をレボリューション、結果31団体ありました。21がつく政治団体は、約3000のうち31団体、1000分の1ぐらいですか。これらが全部トンいるとは言いませんが、関わらないようにした方が良さげですね。どうしても関わらなくちゃいけないときは厳重に注意して。私が知ってる代表者はこちら、枝野幸男、福山哲郎、野田聖子、旦那さん韓国人、鈴木宗男、現場光一郎。これは香ばしいなぁ。現場光一郎って元民主党の大臣やつですね。鈴木宗男、ロシアとズブズブなのは知ってたけど、あっちの方ともズブズブなのか。一体何カ国とズブズブしてんだろう。こいついくつだっけ。いい加減にね、引退考えた方がいいんじゃないのかな、こんな真っ黒黒好きなやつはね。って、思っております。というわけで、メール党員さん、支部長さん、大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。